はい、始まりました。石門ジャップ TV から J リーグオフ期間要チェックニュースのお時間でございます。ただいま12月の17日の朝現在、昨日の12月16日から12月17日までの間の気になる情報の方、ツイッターの方でツイートしている内容をもとにあーだこーだぼやいていきたいと思っておりますので、よろしければラジオ感覚でお付き合いいただけると嬉しく思います。ということで、早速16日のニュースから遡って、いろいろとぼやいていきたいと思います。まず、まあもうすでに、ね、情報の方はね、何回も出ておりましたが、アビスパ福岡の公式から、東京ヴェルディのエースフォワード佐藤良雅選手完全移籍で獲得決定ですね。地元に凱旋ということで、2桁2年連続取っている、まあ、大卒2年目の選手、まあ、3年目 J1 の舞台で、まあ、いかにっていうところで、まあ、山岸選手とのね、まあ、2トップが主にね、考えられそうとともに、プラスルキアン選手がね、なんか福岡に残留しそうなニュースもね、なんか噂の方で上がっている次第でありますので、まあ、そこも含めてポジション争いは熾烈にはなると思いますけども、まあ味方をね、活かせるプレーはね、本当にオフザボールの動きが素晴らしい選手でありますので、J1 の舞台、本当に楽しみにしておりますとともに、いや本当にイケメンやなと思いながらも。で次。フランス大統領が、カタールワールドカップ決勝で、強行采配、カンテ、ベンゼマ、ポグバラを帯同ということで、いやーこれはちょっと面白いですね。今フランス代表ね、結構病人がねちょっと出てるみたいで、決勝にねちょっと間に合うかっていうところもあるみたいなんですけども、いやでもカンテ、ベンゼマ、ポグバがねいないフランスで、それで決勝までねワールドカップ進んでいるので、そう考えるとマジでフランスやばいなと思いながらも、本当の総合力をねちょっと見せつけるような、そのベンゼマがもしかして出場ってなってくると結構熱いと思うんで、ね、ちょっとベンゼマ出場とか結構ね見てみたいなと、ね、個人的に思いながらも、まあ実際日曜日どうなるのか、まあなんかなんだかんだ間に合いそうですよね。なんかメッシもね、ちょっと練習不参加で、ちょっともしかしたら怪我があるかもしれないっていう情報出ておりましたけども、さすがにメッシ出ないっていうのはね、もう一番あかんシナリオやと思うんで、まあメッシは、まあ体の状態がちょっと、細かいことはわからないんですけども、まあ無事復帰してほしいとともに、これベンゼマも出てくれたらっていうのはね、まあないと思いますけども、まあ、期待したくなるニュースなのではないでしょうか。で、次。これ横浜 FC がなんとサガン鳥栖からね、今シーズンね、期限付き移籍しておりましたが、その期限付き移籍でした石井海星選手がもう完全移籍で横浜 FC に移籍決定ということで、出場はね、怪我によってですね、まあ、得点も上げることができずという状況だったので、意外とこの横浜 FC に完全移籍は、ちょっとびっくりでしたね。出場、全然してないのにと。まあ、それは怪我があってってこそなんで。まあ、J1 の舞台で、ね、2020年シーズン、確か3得点取っている選手でありますので、まあ、そのポテンシャルを評価して、横浜 FC としては、完全移籍にシフトした経緯あると思いますし、何よりもね、怪我した状況でそのままね、さよならってね、あまりにも不義理すぎますので、まあ、ここは、まあ、納得の契約、まあ、更新という形になるんかなと思います。で、次。このニュースびっくりですね。なんと、松本山雅の、新エースフォワード横山選手が J1 のサガン鳥栖に完全移籍。完全移籍っていうのがまたこれがたまらんというか、もう J3 にいることの宿命ですよね。今年 J2 に昇格できていれば、また違う未来が待っていたかもしれませんが、いや、横山選手はね、もう僕個人的にはね、この右利き版のメッシとね、僕はね、思っておりまして、いや、この選手は本当にいい選手よと。11、まあ、昨シーズンの J2 の舞台ではね、まあ、ちょっとオフザボールの動きであったりとか、あとはね、ボール持った時のちょっとプレー判断の部分がね、あまり良くなかったので、まあ、1点も取れずでしたが、まあ、J3 の舞台でですね、まあ、ようやく覚醒したということで、ドリブルはマジでね、いいですね。どのタイミングでドリブルするかっていうのもね、よく理解するようになったイメージがあって、その結果のですね、この J3 での11得点ですから、まあ、J3 11得点取ったからといってね、J2、J1 で活躍できるかっていうのは保証できかねますが、ただ、プレイを見る限りだとね、
マジで、足の、回転がくっそ早くて、で、五分五分のボール及び相手に六分ぐらいある、六分四分の状況でもですね、もう追い抜くぐらいのスピードを持ってますので、いや、めっちゃ楽しみよ。何も思いっきりのいいプレーがね、本当に彼の売りでございますので、アンダーカテゴリーの日本代表でもね、エース級のフォワードでございますから、これがサガン鳥栖っていうのもいいですね。ちょうど出場機会も恵まれそうなので、いや、このなんかステップアップ移籍でね、サガン鳥栖っていうのが若干、なんかトレンドになっている感じがします。そのフォワード横山選手としても、これは素晴らしい、選択をしているイメージがあり、今来年の J1 の舞台でね、横山選手の、この爆発的なね、スピードを生かしたドリブル突破や、抜け出し、非常に楽しみでございます。そして次、セレッソ大阪韓国人ゴールキーパー、ヤン・ハンビン選手獲得へと、195センチの長身を武器で3年越しの加入、3年前からもね、獲得を狙っていたみたいっていうことですよね。いや、キム・ジンヒョンとのね、守護神争いですよ。これすごいところぶっ込んできますね、セレッソ大阪。かつて柏レイソルがね、キム、あれ、名前忘れた。あれ、もう、すぐ出るはずなんやけど、キム・スンギュや。忘れてたもん。完全に名前忘れて。キム・スンギュ選手とね、中村康介選手をね、バッティングさせるような、そのゴールキーパーの守護神争いし、しましたけども、それに匹敵するぐらいじゃないですかね。いや、そう考えると、いやー、世代交代等ね、セレッソ大阪としては図ってるんですけど、まだまだね、キム・ジンヒョン選手、やれること証明してますから、セレッソ大阪もね、徐々にね、世代交代してってる印象ありますね。特に丸橋選手とかね、左サイドバックのところ、そこがね、ちょっと完全に山中選手に入れ替わった印象ございますし、で右サイドの松田選手はまだまだというところで、長年セレッソを支えた選手の、やっぱり世代交代は徐々に進みつつも、キム・ジンヒョン選手はどうなるのか、身長195センチ、キム・ジンヒョン選手もね、それぐらいあったと思いますので、いやー、これはちょっとかなり見どころになる守護神争いになるのではないでしょうか。もうわざわざね、キム・ジンヒョン選手がいるところにね、やってくるっていうことは、しかも3年前からオファー出していたってことは、多分ね、間違いなくやる選手だと思いますので、いや、楽しみな守護神争いでございます。そして次、サンフレッチェ広島、ファジアーノ岡山に期限付き移籍していた、永井選手が、ファジアーノ岡山に完全移籍決定ということで、広島ではね、ちょっと絶対的な能力発揮することできませんでしたけども、J2 の舞台ではね、松本山雅時代とね、名古屋グランパス時代含めてで、ね、やれることを証明しておりますので、岡山の新エースへといったところでしょうか。もうチアゴアビス選手のね、ちょっと契約も不透明であり、かつね、ミッチェ・デューク選手もね、ちょっと移籍しそうな状況なので、桜川ソロモン選手という駒はね、岡山揃いましたけども、これではちょっとまだ物足りない感ありますので、長井選手が本領発揮できれば、岡山の新エースとして、君臨するのではないかという、そういうニュースでございますね。で、次、FC 町田ゼルビア、なんと岩手グルージャ森岡の奥山選手を完全移籍で獲得。これはめっちゃめちゃ面白い。僕、この選手めちゃめちゃね、気になってた選手でありましたので、ちょっと荒削り感はね、否めないんですけども、野生味あるスピードがね、ちょっと見ていて爽快な選手でございまして、岩手ではね、確か2得点取ってる印象があり、カウンターでのね、彼のそのスピードを生かした推進力がマジでね、見てて気持ちいいものございますので、何よりもね、2022年のね、シーズンに岩手に加入した選手なんですけども、この、大卒でね、プロ入りがね、その決まってなかったんですけども、その2022年ので、始まりに、そのテストを受けた結果ね、合格した選手でありますので、そのプロ入りはですね、そんなスムーズっていう形ではないですけども、この、ちょっと苦労人感もですね、このプレイスタイルにも現れており、伸びしろがね、十分でございますので、町田といえばね、太田選手がね、抜けましたから、太田選手の抜けた穴に、この奥山選手を組み込む、そういう狙いが見える補強だと思いますので、彼の爆発的なスピードはね、本当になんか、マリオのスターみたいな感じのイメージなので、いや、非常に町田、いいところに手を出したなという、もう太田選手の補填にはね、本当最適な選手だと思います。で、次。
な東京ヴェルディがアビスパ福岡の北島選手を期限付き移籍で獲得ですか。いや、いい補強しましたね。この選手ね、まあ、プロ入りから多分4年ぐらい経ってると思うんですけど、1点も取ってないです。点は取ってないんですけども、ただですね、攻守の切り替え、まあ、これアタッカーのポジションやってる選手なんですけども、まあ、攻撃から守備のね、切り替えの守備に関しては、マジで強度、半端じゃないんで、まあ、VS サンガ戦でね、今シーズン、この選手の守備に、前線からのね、切り替えにね、かなり苦しめられた印象がございますので、まあ、そんなプレースタイルの選手であればね、上福東京には合いそうなので、まあ、東京ヴェルディもやりたいサッカーにですね、合う選手をきっちりと補強してきた、そんな印象がございます。で、次。ヴァンフォーレ甲府、連日ヴァンフォーレ甲府のニュースが多いですね。なんと松本山雅 FC より、佐藤和弘選手がお帰りなさい移籍ですね。これはいい補強しましたね。まあ、散らせて、しかもミドルシュートも持ってて、守備の強度も結構まあ、最低限は持っている選手でございますので、いや、いいですね。甲府。やっぱり ACL あるっていうところは、やっぱ、各選手呼ぶ上ではいい材料になると思いますので、と合わせて、逆に松本はちょっと抜かれすぎですね。横山選手も抜かれたり、佐藤選手も抜かれたりなど、まあ、やっぱ J3 にいることのね、やっぱ厳しい現実ですよね、松本。そんなちょっと松本にとってはショックが大きいニュースなのではないでしょうか。何よりもね、やっぱキャプテン務めていた選手でもございますから。まあ、佐藤選手がね、ど真ん中に陣取るね、松本の印象がここ近年はあっただけに、甲府で、どこまで活躍できるか、気になるところでございます。で、次、ロアッソ熊本、竹本選手と契約更新、これはでかいですね。やっぱね、もう杉山選手に、川原選手に、高橋選手とね、続々とね、正式決定で移籍が実現してしまっているだけに、竹本選手が、残ってくれるのは大木さんにとっては、大木さんが一番嬉しいんじゃないですかね。この選手はね、やっぱ中間地点でね、ボールを蹴るのがマジで上手い選手でありますので、熊本のね、パスワークの中にはね、まあ、この竹本選手が絶対中間でね、間挟んでおりますから、そういった意味でも、熊本のサッカー、まあ、特に大木さんのね、実現する、素晴らしいパス回しは、まあ、この竹本選手がいれば、来シーズンも見ることができるでしょう。で、次。まあ、これ関係ないニュースですけども、M1 グランプリ、ファイナリスト9組、まあ、決定しており、これね、12月18日なんですよね。まあ、14時55分から M1 の敗者復活がずっと、テレビで、ダラダラみたいな感じでやっていき、18時34分から、決勝ですよね。で、決勝もおそらく多分22時ぐらいまでやると思いますから、その流れでですね、2時間仮眠を取るか取らないかは、それぞれ皆様次第。24時からワールドカップアルゼンチン VS フランス戦や決勝戦がございますから、まあ M1 で笑ってワールドカップで興奮して月曜日は寝不足で出勤する、そんな月曜日になる、そんな印象がございますので、皆さん仮眠取るか取らないかはあなた次第。で、次、ね、ギラバンツ北九州になんとビファーレン長崎から期限付きで村松光太選手が加入が、これは大きいですね。2020年にね、ギラバンツ北九州 J2 リーグ5位になった大躍進を支えたですね、守備の要でございますから、すげえいいイメージがあるチームに、戻ってくるのは村松選手にとってはいいんじゃないですかね。長崎ではね、ちょっと使われ方がね、まあ、右サイドバックとね、センターバック結構交互にプレイしたりと、ちょっとどっちつかずでありましたので、まあ、右サイドね、2アシスト達成しておりますけども、彼はね、絶対真ん中の選手です。まあ、上背はありませんので、まあ、空中戦に対してはね、ちょっと狙われる要素は出てくるかもしれませんが、でもそれをね、補えるほどのですね、地上戦の強さがございますから、めちゃめちゃ身長のでかいね、まあ、かつて2020年岡村選手とのこのデコボコ2センターバックがね、非常にいい感じでハマっておりましたので、まあ、誰をパートナーにするかによってですね、本当に村松選手はね、変わってくると思いますね。この選手絶対センターバックで使うべきでありますし、かつて大活躍したギラバンツ北九州での復帰は非常にいいニュースなのではないでしょうか。J3 から J2 へのね、昇格を導く活躍を期待したいところでございます。で、次、横浜 FC。
の高木選手がファジアーノ岡山へ完全移籍ですね。まあ、今シーズン、シーズン途中からね、群馬の方に期限付き移籍しておりましたが、これがなんとファジアーノ岡山ですね。いや、これは、早いですよね、横浜 FC、この高木選手手放すのが。まだ3、2シーズン目やと思うんですよ。で、3シーズン目はいかにっていうところで、まあ、これはおそらく、まあ、求められての移籍なんでしょうね。まあ、ファジアーノ岡山がね、やっぱ右の川野選手に左の誰っていう状況でありますので、これを高木選手が、まあ、担うっていうところ、まあ、こう結構ね、左サイドバック及び左のね、ウイングもできる選手でございますから、まあ、桜川ソロモン選手というね、いいターゲットをね、岡山手に入れましたから、その、右の川の左の高木という感じでですね、やっぱクロスからの得点を狙うパターンは岡山やっぱり来シーズンもなんか増えそうですね。で次、モンテディオ山形へと高橋選手が福島から復帰ですね。ここ2年連続ね、まあ、J3 の舞台でコンスタントに得点を取っている選手の復帰でございますので、山形、まあ、抜かりのないレンタルバック、いや本当に各ポジションごとのね、山形の補強が下手しい仙台よりもなんか山形の補強の方がすごいんじゃないかなと思いながらも、まあ、あとは誰を残せるかですよね、山形は。もう特にディサロ・アキラ・シルバーノ選手、彼を残せるか残せないかによってね、全然変わってくると思いますし、そのディサロ・アキラ・シルバーノ選手とまさにポジション争いを、するであろう、この高橋選手の復帰でございますから、いやー、非常に、楽しみでございます。で、次。サガン・鳥栖になんとですね、ケニア人ディフェンダーのアンソニー・クアム選手が加入。いや、これは面白いですね。まあ、ケニア人ディフェンダーといえばね、まあ、全で一人、まさにいますね。トーマス・デン選手。まあ、オーストラリア人の、オーストラリア代表の選手ではあるんですけども、血筋に関しましてはね、ケニアの方でありますので、まあ、彼のね、活躍の指標に関しては、やっぱトーマス・デン選手を指標に、見るところになってくるんじゃないかなと。まあね、やっぱ身体能力は間違いなく抜群の選手でありますから、あるでしょうから、まあ、J1 の舞台でいかに、非常に楽しみでございます。で、次。清水エスパルス、ホナウド選手契約更新。これはでかいですね。この選手ね、VS 参加戦でマジで苦しめられました。まあ、守備の強度及び守備範囲がね、マジで広いんでね。なかなかサンガがミドルサード突破できなかったのも、このホナウド選手の存在あってこそでありますので、いや、清水、いい契約更新。これはね、まさに補強レベルの残留と言える。うん、それぐらいの契約更新なのではないでしょうか。で、次。日付変わって12月17日ですね。FIFA 会長が2026年ワールドカップの大会方式再検討。次のワールドカップからね、48カ国による開催の方がもう決定している次第なんですが、それがね、もともと3カ国の16組によるグループリーグの戦いにする予定が、これを4カ国の12組に検討というね、ニュースが出ておりました。それやったらね、ほんま決勝トーナメントがね、ちょっとアンバランスになってしまいますよね。その、まあ、3カ国やから、2試合の対戦になりますよね。それはね、ちょっと少ないなっていう、その気持ちはわかります。ただね、48カ国にしたことによってね、従来通りのですね、グループリーグ3チームと戦うってなってしまうと、これがトーナメント12組になってしまいますので、中途半端ですよね。中途半端。もうこれはちょっとどういういい案がね、今すぐちょっと思い浮かばない限りではあるんですけども、もう正直ね、いろいろと考えた結果ですね、もう一個人的には、もう32カ国開催で良くないかかんっていうのを個人的に感じておりますので、どうしてもね、どっかシード作らざるを得ないですよね。この4カ国グループリーグにした場合はいろいろとね、ちょっと、なんか難しいし、どのチームをね、シードにするのかっていう、まあ、ここは FIFA ランクとかね、そこら辺はもしかしたら参考にするんかもしれないですけども、なんかそのワールドカップという大舞台でそういうシードとかそういったね、のは見たくないんで、この48組というね、中途半端な数字にしてしまった以上はね、もう3カ国16組がね、現実的なのではないかなと思いながらも、もうなんだかんだもう32カ国開催、もう今まで通りでええって個人的には正直思いますけども。皆さんはどうでしょう。で、次もう一つね、また別の、FIFA からの発表、2025年からクラブワールドカップが32チーム制、しかも4年ごとの開催。
これはちょっと面白そうですね。今のね、クラブワールドカップ、まあ、1年に、1回のね、まあ、冬に行われている開催ですけども、もう正直日本のね、チームが進出してなかったら、しれっとね、行われているような大会でございますから、まあ、それをね、まあ、盛り上げるという意味でも、4年ごとの開催は個人的にいいんじゃないかなと思いますね。ただ盛り上がるんかなと。ヨーロッパのチームがね、ほぼほぼ、占めていくような割合になるんじゃないかなと。で、アジアチャンピオンズリーグからね、何チーム出るのか、そこら辺もわかんないですよね。ちょっと盛り上がりに、かはちょっとわかりかねますけども、やっぱヨーロッパのね、やっぱチャンピオンズリーグはね、やっぱピークやったりすると思うんですよ。ヨーロッパ側からすると、そこからのクラブワールドカップのね、おまけ感っていうのは、やっぱ毎年行われてる分に関しては、もうおまけ感がえげつないので、そのおまけ感を、まあ、特別感に変えることができるのかっていうのは、この32チーム制にして、まあ、各大陸ごとにね、出すんでしょうけども、盛り上がるんかな？これはちょっとね、こればっかりは、なんか言い切れへんというか、どういう風に32チーム、その年で、年の成績だけで選出するのかも含めてですね、ちょっと気になるところでございますね。で、あともう一つ、まあ、FIFA ワールドシリーズの開催ということで、まあ、各大陸の代表のですね、2年に1回の対抗戦みたいですね、偶数月の3月に開催ということで、これは、どうなんでしょうね。まあ、やっぱ日本代表目線で言うと、まあ、ヨーロッパであったりとか南米のチームと対戦できる、回数がおそらく増えるっていうことを考えたら、これは割といいんじゃないかなとね、思いながらも。偶数の年か。偶数年やったらですね、まあ、ワールドカップがまさに開催される期間も、基本的に偶数年になると思いますので、なるほどなるほど。ワールドカップ前に、このワールドシリーズで、なんか、ほんま親善試合みたいな感じですよね。まあおそらく、まあ親善試合の各大陸、なんかそういう名目みたいなのを打ってやっていくようなやり方やと思いますので。まあまあ、いい試みなんじゃないですかね。まあ、はいはい。まあそんな感じです。で、次。興梠慎三が、札幌から浦和復帰へ。なんだかんだ21試合して5得点取ってるんですね、興梠選手。今シーズンはちょっと興梠選手の存在感ね、あまり個人的には感じることができなかったので、キャリア的にはちょっと徐々にですね、晩年を迎えている感はありますけども、まあなんだかんだね、やっぱ彼の持ってるオフザボールの動きと、まあいざボールが来た時のね、やっぱトラップであったりとか、あとはね、ポストプレーに関しましては、ここは高クオリティのものございますから、まあ浦和にとってはね、浦和にとっても札幌にとってもね、いい復帰なのではないでしょうか。まあ、これ以上ね、他チームで徐々にちょっと興梠選手のキャリアが落ちていくのは見たくないので、まあ、最後はね、浦和で引退する興梠選手を見たいものでございますので、まあ、新チームでね、もう浦和はもう新生浦和でございますから、まあ、ポジション争いも1からスタートというところで、まあ、いかに。まあ、でもそう考えるとね、あれですよね。退任したリカルド・ロドリゲスさんとはおそらく馬は合ってなかったんだろうなと感じてしまう、そんな復帰のニュースなのではないでしょうか。で、次。これ、日本代表の鎌田選手を、バルセロナが獲得へ。これは、面白いですね。もうぜひ見てみたい。バルセロナに移籍、そのトップチームのね、バルセロナに移籍した選手って、かつて誰もいないと思いますので、インテルのね、長友であったり、ミランの、ホンダであったりね、香川のマンチェスターユナイテッド、まあ、これが一番のね、大きい遺跡やと思いますので、まあ、あと、まあ、リバプールの南野であったり、バルセロナの鎌田ってなってくると、これ一番上回ってくるのではないかなと思いながらも、実現したらで本当楽しみですし、まあ、J リーグにね、いた時代からね、何か異質でありましたから、まあ、そんな鎌田選手がバルセロナで見れるんやったら、ちょっとバルセロナの試合をもしかしたら追う可能性も出てきそうなぐらい、それぐらいですね、実現したら本当に楽しみな遺跡でございます。で、また、まあ、今期で契約、まあ、フランクフルトと契約満了ということですので、0円移籍だったら、ね、なおさらね、移籍する可能性高くなりそうですね。で、バルサに移籍して、ね、そのままレンタルに出されるとか、そういうもう年齢ではないと思いますので、バルサに移籍したんやったら、もうバルサでおそらくプレーということになるでしょうか。やからこそね、なおさら楽しみな印象が、個人的にございます。で、次、最後のニュースで、権田修一選手、去就まだ決まってない。早く決めろ！もうそれだけ。ということで、
以上、2022年12月16日から12月17日の朝までの J リーグオフ期間要チェックニュースのお時間でございました。最後までご視聴していただきありがとうございました。チャンネル登録、評価、コメントおよび Twitter の方もフォローいただけると嬉しく思います。また次回の動画でお会いしましょう。石門ジャップ TV でした。皆様いってらっしゃい。